はい、デーブでーす。今日は、数日前に、関西のクリエイターの谷秀樹さんが Facebook で確か、手品落語、落語手品みたいなことをちょっと書かれていらっしゃいまして、すごい懐かしくなったもんですから、僕も昔やってたちょっと落語手品、手品落語っぽいの一ネタだけですけど、ちょっと短いんですけど、ご覧いただければなと思います。マジックって怪談話みたくしてボーンと脅かしたりとかもできますし、落語っぽくやったりもできますし、夢のもこう本当にこう夢の世界みたいな演出もできる、とても面白いツールなんですけども、ちょっと一ネタだけ短いですけどご覧いただければなと思うんです。僕ちっちゃい頃ですね、マジックグッズを買いにデパートの売り場に行くのが大好きだったんです。でその時にもう今でも覚えてるんですけど、こうちっちゃいオレンジ色の変ななんかメッシュなんだかな、その財布、オレンジ色の財布、真ん中にこう黒いチャックがあるようなのをもう握りしめてですね、デパートに行ったんです。で、ある時行ってみたら、今までとおじさんが、ディーラーのおじさんが変わってたんです。あれ、おじさんなんか変わりました。うん、僕ね、最近ちょっとようやく転職をして、まあ、こういうマジックのディーラーになったので、おじさんそうなんですか、今まで何やってたんですか。うん、まああんまり大きい声じゃ言えないんだけれども、ちょっと前まではね、スリをやってた。スリ、おじさんスリだったんですか。いやすごい華麗な転職ですね。スリからマジシャン、すごいですね。なんかおじさん最近いいネタありますか。おお、ちょっと前に入ったんだけどね、変わったマジックがあるよ。え、どうなんですか。お、見せてあげようか。これトランプね。じゃあ僕おじさんまでまだ上手くないんだけどね。で僕、好きなとこでさ、ストップって言ってごらん。え、そうやってバラバラすんの。まあやってごらん。バラバラ、ストップ。よし、じゃあ僕ね、このトランプ、ハートのジャック、覚えてね。おじさんも見てるけどね。おじさんも見ちゃうの。うん、そじゃん見る。でちょっと切ります。じゃもう一回おじさんバラバラやるから、好きなとこでストップ言ってごらん。ストップ。なんとまたハートのジャックが出てくるよ。おお、じさん、それすごくないですか。結構すごいですね。じゃあそれ何回でもできるんです。何回でもできる。じゃあおじさんもう一回やっていいですか。いいよ、ストップ。あ、そうきたか。大丈夫。どこで言われても必ずハートのジャックが出てくるんだよ。すごいですね、おじさん。それだけですか。いや、これクライマックスがあってな。いくよ、上からグーッと押すと、なんと僕ストップ言ってごらん。ストップ。お、さっきのカード出てこないけども、これはハートじゃない、スペードか。スペードの8だろ。上からもう一回グーッと押すと、あー、なんとこれ全部スペードの8になっちゃう。おー、すごいですね、おじさん。おじさん、それください、僕欲しいです。お、じゃあいくらですか。2500円。あれ、分かりました。2000、あれ、ごめんなさいおじさん、また今度来ます。どうしたの。ちょっとね、財布忘れちゃったみたいで。ああ、いいよ坊や、それあげるから持ってって。いいんですか。いや悪いですよ。大丈夫。ちょっと待って、大丈夫だと思うんだけどな。あ、大丈夫だ、僕それ持ってっていいよ。おじさん、その財布。